阪急阪神東宝グループ、阪急阪神ホールディングス、梅田芸術劇場梅田芸術劇場は、1992年11月に、大阪市北区茶屋町の茶屋、町、アプローズ内に開場した劇場、並びに、これを運営する企業である。メインホールとシアタードラマシティがある。前身となる、梅田コマ劇場は1956年11月16日、 株式会社梅田コマスタジアムによって開場した。現在のヘップ5の西半分の位置にあり、梅田コマゴールド、梅田コマシルバーの2つの映画館も併設していた。長らく梅コマの愛称で親しまれたが、建物の老朽化などもあり、1992年9月28日の夫婦全在公演を最後に閉場した。1992年11月2日、 現在地に移転し、劇場、飛天として再開場した。梅田駒劇場の飛躍発展的移転という位置づけで、あることや駒の名称が示す、円形舞台を採用しなかったため、あえて劇場名から駒の名称を外した。だが、移転前の梅田駒劇場と比べ、駅からの移動距離が長くなったことで思うように、集客が伸びず、加えて解消後も、 コマのイメージが強く、秘伝の名称が浸透しなかったことから、2000年4月に劇場名を再び、梅田コマ劇場に戻した。2005年4月1日に、阪急電鉄が、シアタードラマ式と合わせて買収し、梅田芸術劇場として、リニューアルオープン。旧梅田コマ劇場はそのメインホールとなり、現在に至る。客席の天井中央には、大きなシャンデリアがある。 開演前には、低く下ろし、開演と同時に天井に引き上げる仕掛けである。客席数、1905席、高さ、11メートル、間口、21メートル、奥行き、19メートル。ミュージカル公演のほか、落語会、朝日東西名人会、情報落語を聞く会の会場としても使用される。不定期で、宝塚歌劇団、ユースシアタージャパンの公演にも使用される。 主として、宝塚バウホールと同じように、若手主体の実験的公演が中心である。客席数89、898席、高さ、6.7メートル、間口、16メートル、奥行き、14.5メートル。本劇場は、阪急阪神ホールディングスグループに属する、株式会社梅田芸術劇場が運営している。元は、メインホール、シアタードラマシティとも、 株式会社コマスタジアムが所有していたが、コマスタジアムの経営再建策として、阪急電鉄が2005年3月に両劇場を買収した。株式会社梅田芸術劇場は、両劇場を一体的に運営するために設立された、阪急阪神ホールディングス100%出資の連結子会社である。現在は、劇場の運営、管理に加えて、自主公演の企画制作、実施、 チケット販売、また、東京事業部において、宝塚歌劇団 OG のアーティストマネジメント事業も行っている。Q とかプロダクションが前進。過去に所属していたアーティスト。ありがとうございます。